はいじゃあ今日も来たコメントすべてに切れるめまいスタートしてくれしんいちさんその椅子いくらです20万だよ間違えたお金使う場所お前 <laughs> 井口孝弘さん坂本15万早く返しこれ多分そうじゃないか本当に <laughs> 井口弘隆ってホンダのやつじゃないか <laughs> え15万借りてんのやばえ借りてるんですかえそれを放置してるんですか払えるのにもうめちゃくちゃ笑ってるぜ <laughs> どこの,中学のやつやっけうわっおなちゅうのやつから15万借りて返してた最低やんお前井口弘隆さん7年くらい返してもらってる最悪じゃんお前いやいや笑い事かいやいやいやもうここ12年だったら渡せるだろお前返しますは当たり前だけどね ひとっちさん人生「ういさんこんばんは切実な願いなのですがヌード写真集はいつ作成するのでしょうか買うのにな懲役2年間社会的に終わっちゃうくらいでできると思うのでわからないんだけど言ってることが <laughs> 後半から急にわからなくなったぞお前ピつさん5000円読み直したら私もよくわからなかった謝罪します <laughs> 何なんだよお前そんなことあんのかよ <laughs> はるさんライジン出てほしい血だらけになるわお前 <laughs> ライジンの編集の人史上一番モザイク使うことなのお前 内歩さん朝から後輩が泣いてて理由を聞いたら彼氏を振った自分が許せないらしいとんでもねえ女だなおいもう罪悪感をゼロで次に進みたいただのサイコパスじゃねえかお前増田さんにいいせん宇治原さんこんばんは初スパ失礼します公務員って給料と責任が釣り合っていませんやめたい給料と責任がそうかもしれないけどそれ以外のメリットデメリット全部出せやん安直すぎるだろお前それいろんなお前安心とかはあるだろどう考えて 増田さん2,000円メリットは世間的な安定と定期的に昇進があることですデメリットはミスが怖くてストレスでハゲかけたことお前は責任が嫌いな人間じゃねえか <laughs> そのミスが怖いとかも責任みたいなことだろお前責任が嫌なんでって言ってやめろよ全部の仕事責任が必要だからお前 <laughs> ムッハーさん足をくじいた悟空くじいた !NSC かよお前 <laughs> ここじゃ正当に評価されずに終わるぞお前 ヒディさん3000円でやめろなんでそんなことするのいやいや笑い,ぐいじゃやいコメントに切れるっつってお前こんなスタンプいけない送られてお前画質も変えてん何の意味なあるのそれ友ちゃん2000円での大コメントなんでそんなことすんの切れようがねえじゃんアクティさん2000円でやめろお前 ちょっとさっき長めだったからって期待するな短めに決まってるだお前なんか 8K さん500円1年くらい指名し続けた夜のお店の女の子が退職してしまいました立ち直れません優しい言葉をください2000円以上しか読まねえって言ってるとこ500円入れてくるようなやつはさぞ厳しい飲み方してたんだろお前誰がそんなやつに全てを明かすと思うんだよお前 ヤンヤンさん3,200円。こんばんは。二歳やんの息子が宇治原って言ってなかなか寝てくれません。寝ろって言ってください。寝ろって言ってくださいじゃないよ。お前が聞かしてんだから。<laughs> 意味わかんないだろなんでてめえの子供のしつけを俺がしなきゃいけねえんだよ。ヤンヤンさん3,200円。息子は寝まし、寝たのかよ。寝んじゃねえかよ。何言わなくても。ヤンヤンさん3,200円。次は明日の息子が起きてめっちゃ泣いてます。これからミルクタイムで。元気だな、お前んとこの。いや、お前が元気なんだよ、多分もう。 B2R さん2000円いや今から荻窪で飲まん立川川船橋でもいい飲むわけねえだろどこだろうと隣の店でやってでもいかねえよお前メンタルドクターコリコリさん3200円できてますか何がだ <laughs> 何がだお前メンタルドクターさん3200円投稿できてま投稿ってなんだお前なんでお前のアカウントだと思ってんだこれウーバーさん8000円前回400回おめでとう言うの忘れた おめででとうでしたハッピーなんかいろんな言葉がどういうこと最後の「ハッピーは」は常呻銀座太郎さんに一見コロッケで米は進まないし暴力で人は変えられないコロッケで米が進むケースがあるから公安も暴力で人が変えられるケースあるみたいになるだろう <laughs> ギリギリ問題発言じゃないこと言うけどあの暴力で人は変えられるからね暴力で人を変えるのが良くない時代になっただけだから。 で暴力以外の問答無用に変える方法がなくてこのあととんでもないカオスが来るから時代で <laughs> ルルさんに一は私はコロッケよりもメンチカツで米が進むないその議論よそでやれるどうだっていいんだよね <laughs> 高木さんに一戦殺すけなり <laughs> 何がだ何がだお前読む前に「いいね」20個もついてんじゃねえや。 サイケさん2,000円定期的に見たくなる YouTube クロコップさんとのコラボ空手家の子見てて遅く,な遅くなった理由どうでもいいわお前のメンタルドクターさん3,200円お金マークがピコピコしてます何ですか押せ押せ押せ押 <laughs> しまくらお前一番でかい金額入れたりしてお前ゴリラさんパチンコしながら見てるから何が何だか分からんそりゃそうだろ <laughs> そりゃあそうだよお前体が反応するような仕組みが散りばめられてんだからさお前 こっちは何にもないんだから急に光ったりとか別に <laughs> メンタルドクターさん3200円このお金マークは確定演出ですかどのパチンコでお金マークが確定演出なんだよ <laughs> シマウマとかトラ柄ラだったら言えよマイケル・オサダさんパチンコ負けすぎてあーんって感じです全然だよそれだったら入ってくんなよ中途半端にパチンコ売ってるやつが知らないだろ本当に負けすぎるとあーやべえななんでやっちゃったんだよあ <laughs> ー やーべえ、どうしよう。ああ、マジなんでやったんだろう。あ、そう、お吾さんの1万だったら借りるかもしんねえな。いや、ちょっと待ってよ、待って。2万、とりあえず待ってよ。えっ、ー、と、金曜日に返さなきゃいかんくて。えー、3万か。ってなるわ戸越 <laughs> 銀座太郎さん2000。パチンコは使っちゃいけないお金に手をつけたところからがスタート。ちげえよ <laughs> 最初っから始まってんだよ。パチンコがお最寄りの駅にできたとこから始まってんだよ。メンタルドクターさん3200円。あっ このお金マークって先読み演出はパチンコは行ってこい一回お前。あの時のドキドキがねえからこの中に。ともちゃんさんに2000円でぶっ飛ばすお前わけのあかんねえもん食ってきやがってお前。マークさんに1000円でぶっ飛ばすおれお前おれおかしいだろお前右斜め向かせてお前何回もお前。高木さんに1000ぶっ飛ばすあったか足はぶっ飛ばすおめでとう高木さんに1000やったー ありがとうございます。適当なこと言われてんだよ、お前は俺に。適当なこと言ってんのか、お前もありがとうございますって、お前。渡辺優菜さん、言葉遣い悪いので直した方がいいですよ。黙れ、クソビッチ。ビッチでもねえだろうな、お前なんか言い寄られるもしねえんだからよ。他の人とは違う生き方模索しろ。二度と来んな。クソカスが、人間の底辺が。小越銀座太郎さんに1000円。今年の七夕の短冊には、夜でも朝マックメニューが買えますようにって書こうと思ってます。書くな いいわけないだろう。正木さん2000いつ,んん <laughs> いつもより痩せてる気がする。なんで伸ばしたんだ、最後、お前。いつもより痩せてる気がするっていいだろう。気がするじゃねえよ、お前。<laughs> 永遠の両手投げ、ひろきさん3200円でのお米。やめろ <laughs> なんで急に来たんだ、お前。<laughs> 濃いお茶さん3200円。おかしなハッピーターンのあの粉は一体何が入ってるのか、うますぎて止まらねえぜ。なんで今書いたんだよ、それ。 お前の iPhone 今粉だらけだろお前濃いお茶さん3200円粉でスマホがベトベトです困ったなめた上での粉じゃねえかお前なめてなきゃベトベトにはならないんだよ HBK さんに一銭昨日仕事の最中に通った道にじじいが倒れとったけん救助したよ音符つけんなお前おじいさんギリギリだった話に音符つけんなお前戸越銀座太郎さんに一銭あっヤングコーン食べよ何見て思い出したか言ってごらんなさいよ ににしちゃうよもううよよも思いい出せないように 2, 3, 2, 円給料日に給料全額パチンコで溶かした貯金なし一休さん慌てない慌てない一休み一休みちげえわ慌てない慌てない残ったお金で高い飯高い飯だわどう考えても安い飯のところだけど残ったお金で高い飯高い飯だわその間に次どうやってお金借りてくるか借りてくるかだわ ミ三三二千円借金で首が回らなくなって手に持つタバコが震えてる一休さん慌てない慌てない借りまとめ借りまとめ分からないよこれは俺そこまで行ったことないもんミ三三二千円借金関済の目処が立って久しぶりにうなぎ屋で食事をする一休さん慌てない慌てないひつまぶしいひつまぶしい慌てない慌てないがもういらないだろお前目処立ってんだから慌ててた慌ててたあの時はあの時はだろう ブオーナノッテさん初見です野球とサッカーの違いが分かりません教えてくださいもうちょっと見て戸越 <laughs> 銀座太郎さん人選サッカーは11人でやるスポーツギリギリやばそうだったら手を使ってもいいらしいちゃんと答えろよ答えるならよ <laughs> どんぐりパラグライダーさん3200円で間に合った久しぶりに来たなお前3年ぶりぐらいに来てないかお前 ミサン3200円間に合ったコンぽー何にだ <laughs> 乾杯やるような配信じゃねえわ、これ、お前。ヤミヤミおじさんに2000円。うじさん、ガムは最後を飲み込むタイプ飲み込んだことねえよ、人生で。とも <laughs> ちゃんさんに2000円。ガム食べてる時にチョコ食べたらガム溶ける。そんな話もしてねえだろ。<laughs> ガムを飲み込むはかって聞いてんだよ。ピ <laughs> ポサルさん、ガムテープ使うとごめん、ガムの話してんだよ。 プラペチーノさんミント系のガムって膨らまないガムの話膨らませんなお前恋お茶さん3200円ガムはきっしり通る派で噛んでんじゃねえよお前お前噛むってお前まあなあちょっとややこしいことなってるけどお前ヤミヤミおじさん2000円海外のガム後半なんであんなかくなる知らねえやどうだっていいよお前飲むか飲まねえかじゃねえのかよお前 永遠の両手なげ、ろきさん3200円。実は最近、ボウリング、いいわ、ボウスポーツの話よ、俺。<laughs> こいつはもともとボウリングキャラで多分、普段の言ってるだけだけど。こ <laughs> の後、クソつまんなこと言ってるぞ。いけてないんですよ、めんどくて。その代わり、尺八にハマってるので、永遠の尺八吹きヒロキになりそうですって言ってるよ。<laughs> なりそうです。ピーキャラ、ピッって言ってるよ、お前。オチでピッって言ってるよ、お前。 高木さんにせ、いらない何も捨ててしまおう。君を探しさ迷うまさ。サブでたい、シャリラー。我慢できない。僕を全部あげ。こっちに引っかかっちゃうよ、声に。途中ガム含んでるけど、お前。ガムだけ食ってんだったら、ガムを指摘できるけど、説教中にゲームされてたらもうガムとかじゃないよ。おー、まずいぞ、ゲームは、お前。 いやもうガムガムもダメだけどなじゃあまずゲーム絶対まずいぞお前でガムは上がっていいよガムはだろルルさんに言いせこの配信が終わったらブルーベリーガム買いに行こうってもういいわ別にこれはんで板ガム食いたくなってんだよお前永遠の尺八吹きひろきさん3200円でノーコメントですノーコメントで最後ピッて言ってるもう名前変えて、えー、もう名前も永遠の尺八吹きひろきひしちゃおうっつって で <laughs>、えー、ピッて言ってああっこっちか綾さん3200円でピッやめてもらえるうちの弘樹に関わんの原だゲイラ豪雨さん3200円よー保安官調子ど,っどういうことだお前警察官と縄張り争いしてねえわ俺上同士が出てきてお前おかしいだろっつって話してみたら確かにエリアはそうだが向こうはもう自分の県外から追ってきてるから その場合どっちなんだなんつってもうほんとここでもう一触即発見たあ違うこないだ見た YouTube だそれお前最近亮太がハマってるお前 <laughs> ミサに2000円子供の頃ガムとチョコを一緒に食べると溶けるって話がは行ってるさっき聞いただろよく新しい話みたいな顔してお前俺が来週動画でお前アルミオイルを丸めてずーっとやったらすごい銀の球体になるって俺が最初顔してやったら見てくれるのかお前 翌週はお前メントスコーラだぞ開発したみたいな顔して坂本に「ほらもう全然違うからお前とは」っつって「俺やることやってっから」みたいな <laughs> ミサ2 0 0 0円メントスコーラ企画なら見るみんなお前将来的によくないわそれお前お前が見た方がいいのはあの古田の方程式だお前 <laughs> 面白いからお前一番面白い古田の方程式がほんとに一番コラボしたいヒカキンとかよりも 銀座太郎さん3200円アルミホイル丸めるのも見るみんなっつってなお前何の差別化もできてないよただ同じことやるだけなんだからお前そんなお前丸いもの写ってんの見たいんだったらお前古田の方程式見ろお前 <laughs> めちゃくちゃロジカルに解説してやろお前 <laughs> すごいアリゾナのダイヤモンドバックスのお前キャンプのお前コーチやってんだけどそれとか聞けよお前本当に最初の年はお前みんなにあんまり経歴言ってないもんだからみんなも受け入れ体制整ってなかったけど2年目に古田行ったらみんな聞いてくんだからお前キャッチングのお前全員を基礎的なキャッチングにできるためのコーチがずっとついてくんだからお前すごいぞお前本当にでウルタもこう道の途中で止まったりしてすごいぞお前 あ、龍一子玉が監督としてはいまいちだった古田とか言ってるんでブロックですねこれは <laughs> はいせっかく解除してもらったのにねまさかの地雷踏んじゃいましたね残念でしためちゃくちゃ好きです古田のことまあまあ謝罪 DM 送っとけよ謝罪 DM 来てなかったらブロックな言っていいわけないからな古田のことお前あんな完璧な人お前ミサに2000円古田の方程式は高津ゲスト会が良きそうなんだよな <laughs> やっぱ高津をこうやって改めて見ると監督機関のところでちょっと忘れてるけどやっぱ俺たちの子供の頃のやっぱり面白い野球選手といえば高津だからな元 <laughs> 木よりも前に俺はそういう印象だよやっぱ高津ヤクルト勢がやっぱ面白いあそこでやっぱ野球選手面白いのイメージを作ってくれたよな <laughs> はいじゃあもうちょっと急だけどはいもうこれでゲームセット GG チャンネル